皆さんどうもこんにちは、あやなんです。標準可愛いね、しばいです。いや昨今も昨今、2021年も2021年、今年が何年か皆さんご存知ですか？いえ、牛年で。いいえ、カップル YouTuber 戦国時代年でございます。何？あのね、まあ、私はもう思ったんですよ。もう YouTube のね、ペペペって勢い上昇ランキングとか見てるとね、別れました付き合いました浮気してみたドッキリ、そういうことばっかりやってるんですよ。やってますね、うん、やるのはいいんだよ、別れるのもいいしやるのもいいんだけど、あまりにもね、こう最近ダダダッと多いじゃないですか、別れてる人とか。むしろ別れましたで知るもんね。まあ、この人たちいたんだって。生半可な気持ちでカップル YouTuber 始めてるやつ多いんじゃねえのって思って。おい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 、体も張らねえでよ。すいません、俺らも半端な気持ちで始めた。そうでしたっけ？そうです。前もそんなこと言ってましたよね、そういえば。しかも俺らも、名前ダサい、はい、あー、ダサいね。ちばなんチャンネルって最初名付けた時、自分たちの頭抱えたよね。抱えた。ということで今日はそんなカップル YouTuber たちを僕は知らないので。知らないっていうか多分同族嫌悪。いやいやいや、でも完全に知っておくべきなんですよ、僕らは。私もフルーツ飴を舐めてバズれるようになりたい。そう、あーちゃんすっかりもうカップル YouTuber の人じゃなくて、もうキモッタマキモッタマ母ちゃんだからね。おーい、もうキモッスが出来上がろうとしている今。やだ、てってってるてるてるってやりたい。おすい今日はね、とあるクイズというか、はい、企画をね、マネージャーさんに考えてもらいました。名付けてカップル YouTuber 神経衰弱。イエーイ。まあ、2つ揃えるってことだよね。2つ揃えるって意味の神経衰弱、ね、まあ、揃えろってことです、2つを。せーの、ここに私たちの敵となる、敵っていう、私たちの敵となり、そのうち壁となるであろうカップルユーチューバーの子たちが並んでいるの。10組分カップルユーチューバーがいます。で、ここの男女のペアを当てて、さらにグループ名も当てようというね。でも大体グループ名なんてね、しばなんチャンネルみたいな、もう名前と名前をくっつけたらしょうもない、なめだけだから、うん、でもなんか情報によると、ちょっとそのしょうもない名前名前チャンネルっていうの以外のやつもあるらしいです、うん。なんだよちょっとなんか自分たちはカップル YouTuber の先駆者ぶってこんなことをやっていると思いきや、ね、はいはい、実は媚び売り企画なんですよ。あ、そうですね。うん、ちょっと写真使わせてもらっちゃったりとかして、うん、まあ失礼のないように、失礼のないようにやってきますんで。はい、でもな、調子に乗るなよ。すごいね、いいな、すごいね。今日フルーツ飴を舐めているだけで許されると思うな。今日すごいね。じゃあ行きましょうか。はい、カップル YouTuber 神経衰弱。いや、私結構分かるの3組くらいあるから、うん、うーくん、言っていい？え、気になるのが、この人は、この人はお子がいるのかな？お子さんが。え？マジで？お子さんがいるのかな？ルイさん。あー、なるほど、ここだけ夫婦と。だこれは当てやすいでしょ、ここ一つだけ夫婦がいるのよ。ママっぽい人を当てればいいのね。うん、逆にキイちゃんじゃない？逆にね、私も思った、逆にキイちゃんっていうのはありえる。そう、ジョンマナっぽい感じね。あー、リエソー、私もそう思った、私もこれ思ったんだよね、この2人。はい、チャンネル名ルーキーチャンネル。うわルーキー、ルーキーチャンネル、新人。いやでもこれ完全に、うん、サーフィンをやってる。だからサーフィンが好きそうな女かというとは違うんですよ。うわー、でもサーフィン好きだな一番。うん、サーフィンだよ、湘南にいるって。行こう、よし、もうこれで出す。湘南チャンネル、ルーキーチャンネル、一回ルーキーチャンネル行きますか。うん、じゃあこれルーキーチャンネルお願いします。正解です。え、名前はルーキーチャンネル。やっばー、すごっ、すごすぎる、すごい、マジですごい。俺たち夫婦 YouTuber なのね。ここはじゃあ、ここだけ夫婦で、ルーキー夫婦っていうチャンネル名で、ルーキー夫婦、うん、で、34.4万人、はい、で、息子がこう1人いるっていう家族の日常を上げてるような YouTuber ですね。へ、うん、
次。はい。分かるのよ、大体どんな女の人がどんな男の人を好きなのか。まあ、気になる個性的なところから普通に潰していこう。オッケー。いや、これは気になるよ。それね、ごめん、私もう知ってんのよ。なんかみんなさ、なんかもうちょっとブサイクいていいんじゃないって思うな。3割増しぐらいだよ、自撮りだし。ああ、そういうことか。うん、キャラが強いのは明らかにこれなんだよね。まあ、女性陣で。はい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 。せいなさんは明らかにキャラは強い、うん、この人なのか、この人、このポーズと一番合ってるのはこの人なんですよ。交互見カップル。交互見カップル、残念。全く言いません。これは私も分かる。じゃあもう、じゃあもう答え。こうくんの相手はですね、こちら、いちえちゃんでございます。この二人で、なんとこの二人は名前名前チャンネルじゃなくて、うん、夜の人笑いっていう二人の、ああなんか聞いたことあったわ。 TikTok で見たことがあって、はいはいはい、最初ちょっと見るようになったんですよ。カップルチャンネルっぽくない名前なんですね。夜の人笑い、そう、ただもう本当に漫才みたいな。はい、次。あ、私ここ二人知ってるからもう行かせてもらっていいですか。あ、もう知ってるんだ。はい、ここゆりいちチャンネルです。うちら テレビで共演したことあります。一回、そう、この二人はもう知ってます。美男美女って感じで。なるほど。はい、まあ知ってたということで、おめでとうございます。はい、チャラン、チャリン、おめでとうございます。一個行かせてもらっていいですか。あ、いいですよ、いいですよ。ここ、この二人わかんない。わかんないよ。嘘。うん、いや、このなごみちゃんが結構好きだけどね、俺。いやね、男の子みんななごみちゃん好きって言ってる。なんか私の周りの YouTuber、 男の子の YouTuber、 なごみちゃんはマジ可愛い。栗山千明っぽいですね。あー、この二人でホニャララチャンネルです。なごみこうきだからコキコキチャンネルとかですか。そう、コキコキチャンネルでいいですか。コキコキチャンネルでいいですか。惜しい、なこなこチャンネルです。あ、なこなこチャンネル、なこなこチャンネルっての聞いたことあります。やばすぎる。惜しいね。でもこれもう可愛いんですよ。可愛いし、しかも面白いっていう。ああ、よかった。関西弁、おめでとうございます。さあ、続いて、いや、待って、これ、これさ、うん、もう分かってるよ、あーちゃんの名前。いや、あーちゃんはさ、誰にでも起こりうるじゃん、それ。あーちゃんってさ、言ってる人多くない、この世に。やめてくれない。実はめっちゃ声ガラガラ、この人。たぶん、ジュジューローってやってる、これ。ジュジューローってやってる。ユキリヌにもかぶってるし、それ。ここわかります。ここはカップル名がちょっとわかんない。結構歌歌って、替え歌とかやってるんですよ。あー、なるほどね。そう。だからたまにバズってツイッターに回ってくるみたいな感じで、私も知ったんですけど。ここに、あ、わたゆり、わたゆりじゃない、わたゆりチャンネルじゃない。ここにボイスレコーダーがありますね。タルタル割りチャンネルじゃない。タルタル割りあるかもしれない。わたゆりチャンネル、ゴー。正解でーす。イエーイ。女の子が帝国史上みたいで、そう、英語しゃべれる。でも明らかに確かにそうだね。さあ、ここからが難題でございます。申し訳ないですが、私たちは本当に知りません。本当おしゃれだね、もう今の子は。本当にもう、待って、これに関してはさ、もうちょっといい写真やったやん。顔見えてないじゃん。ないんだよね。ディズニーランドに行くような可愛い雰囲気のカポーではあるんですよ。そうね、このポージングとダブルかぶりをしている、このこれちょっとひょうきんですね。カポエラはやってるね。カポエラやってる、ひょうきんものだね。うん、うん、こっちもだからカポエラをやってると思うんですね、その相方の人も。じゃあこれじゃない、私もこれは分かんなかった。あじゃーみたいな、うん、つなぎのオール、オーバーオールみたいな着てる感じが、うん、もうちょっと原宿系みたいな感じでちょっと合ってる感じがしない？はい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 。いや、待てよ。ん？でもこのセイナさんはストレンジャーシングスか。ストレンジャーシングス見てるな。ストレンジャーシングスを家のポスターに飾ってるぞ。何？これはちょっと本当に原宿なの？ここストレンジャーシングスのポスター壁、同じのあっちもいいさ、同じだよこれ。これ匂わせてますかね。ユタセナチャンネルじゃない？あれ、聞いたことあるんだけど、ユタセナカップル、ゴ
やでもさすがに雰囲気的に確かにこうだわ。うん、はい、続いてちょっと待って、こっからがマジ難易度やばい。チップとデールの子、この子ね、この子が誰なの、誰とのっていう、こいつだけが頼りだな、ヒントだな。いや待って、他には見つけちゃったんだけど、オーバーオール着てる。うわー、あざす、共通点見つけちゃいました。この二人ここじゃない、オーバーオールなんて、だってペアルックの時しか着んぜよ。だよね、うん、これコチャニに癖ありすぎるから、うん、これグループ名なんじゃないかなって思って。まああるな、ね、なんでコチャニなんだ、コタニとかなんじゃない、コタツ、コタツキチャンネル、コタニ、ナツキ、コタナツチャンネル、コタツキチャンネル、コタツツキ、みかんおいしいな、お風呂はやっぱり草津温泉チャンネル、最高夏こちゃ、こちゃ夏、せーの、こちゃ夏、チャンネル名だけ違います。うわー、合ってる、合ってる、やっぱりオーバーオール、やばい、うちらすごい、うちらほんとすごいさっきちょっとそのようなこと言ってた、こたつつきチャンネル、違います、チンデカチャンネル、なんて言った今チンデカコチャニチャンネル、コチャニカップル、コチャニカップル、あ、男の子の名前なの、じゃあ柴ゆうカップルみたいなことですか、フジモン夫婦みたいなことでしょ、多分そう、はぁー、やばいんだけど、よっしゃ、これは全問正解いくぜ。ここはこうなったと思うよね、絶対これ、これ絶対これとこれで、こうでしょ、あら、いや、こうか、3つ全部一緒に同時に当てよ、最後ナイトルーティーン、あー、やってそう、ナイトルーティーンね、え、すいませんマネージャー、はい、この中にそのくっつける系じゃない名前のカップルいます、一つだけ、でも名前が入ってる、あー、はい、さっきみたいな感じ、うん、はいはい、わかりました。このナノちゃんのこういう感じ、うん、これがカイ君の、このカイ君の、あー、わかるわかるわかる、このこういう感じ、すごい似てるの、見てください、しかもカイ君のこの写真の、はい、この女性の爪、うわやっちゃってる、だから、うん、アーティンでは絶対ない、そうこれでもありえる、うわ、ありえるな、ナノオタチャンネルとかありそうだな、この子結構派手髪だし、うん、こういう気の強さがちょっと出てる、ね、マジでもう正解したいな、私は、いや、こうだね、うん、これでいこう、名前がヒカオタチャンネル、これいくよ、いい、うん、ヒカオタチャンネル、チャンネル名が違います、カップル合ってる、合ってます、うわ、さすが、ってことはオタヒカチャンネル、正解です、うお、もう正解でいいです、正解だわ、もう恋愛リアリティショーで生まれたカップル、あー、なるほど、うわ、そういうのもあるのか、今そうか、出てみて、恋愛リアリティショー、わかる、ね、で、お互いさ、めっちゃ出たい、ちょっと一回離婚しよう、うん、いいよマクドナルドだってってなってよ、え、でもウー君モテると思う、私なんかアーズをキュンキュンさせる動画みたいなやつ見た時に普通にかっこいいなと思っちゃったの、アーズとでもありだなみたいな、あ、でも俺もあーちゃんが他の男の人とたまに動画撮るじゃん、うん、あ、いいねって、あ、いいねってなる、でも そうなるよね、なんかどなたかのカップルか、あの、はい、スワッピングお待ちします、あ、スワッピングね、うん、夢のね、ここだけは絶対にあの名前カップルじゃないと思う、うん、太郎社長なんじゃない、違う、なんか株式会社みたいな、株式会社何々の太郎社長です、アーティンです、違う、俺が最近 US、 何、最近東海オンエアで辛いことがあると、うんちょっともう株式会社いくらなんでも無理すぎる CEO の柴田ですでも結局やっぱイケメンではあるのかな、うん、ね、イケメンなの流行ってる、残念ながらね、イケメン流行ってる、もしかして、うん、ちょっとほんと不甲斐ないけど俺もイケメンやろうかな、え、ウー君イケメンじゃんいや私はイケメンよりおもろいが好きだよ、基本的に、やっぱだからウー君結婚したもん、好きになった、好きになった、
この組み合わせですか。はい、この組み合わせは芝田チャンネルって言います。どうですか。どうですか。天下のブサイクカップルが日本に元気をお届けしますというキャッチフレーズでカップルチャンネルを始めました。芝田チャンネルです。どうですか。答えは正解です。イエーイ。にんにく臭い。これ洗車場みたいにこうぐーって回ってこう。はい、もうこれのグループ名早く考えて。いやでも名前入ってるって言ってたから、うん、ティン、ティンティン太郎。もうさ、なんでさっきからさ適当なチンチンを振りますの。あ、ティンティン。あ、ティンティン、はい、せーの、あ、ちょっと待て、ちょっと待て、こっち先行っちゃおう。もう7回チャンネル、はい、ドン。チャンネル名は違います。2人は合ってる。やば、もう合ってん、全問正解したじゃん。カイナノチャンネル。ここはナノチャンネル。ナノカップ。え、あ、マジ、まさかの女の子主導。まあでも確かにこの写真を見るとヒモっぽくはある。え、っていうことはもううちらカップル自体で言うと全問正解してるかな。でも俺はあの間違えたよ、夜の人笑いをだけど。あ、そっかそっか。まあでもほぼだね。そうだね。金太郎チャンネル。あー太郎。あー太郎ありそう。あー太郎はあるんじゃない。金社長。社ティン。ガチで行くとあー太郎チャンネルだと思う。しかも太郎社長はどこかのグループに所属している。カップル YouTuber でいきなり男は太郎社長とは言わない。なるほど。だから、あー太郎です。お願いします。正解を言ってください。もうチャンネル名、あー太郎チャンネルです。しゃーイエーイ。いや、わかんないわかんないって困る予定だったけど、めっちゃ分かっちゃってすごってなってますね。カップルってやっぱ引き合ってるなって。そう。ちなみにさっきの太郎社長はやっぱ別グループやってますね。ねえ、本当にあんた天才だわ。すごい。48というグループ YouTuber。 ガチじゃん。48聞いたことあるな。知ってるんだけど。この前ガキさんのところも知った。僕らに選ばれたみんなは必ず幸せになって結婚することでしょう。そうです。幸せな家庭を築いてください。皆さん、しかし時にはスパッと別れを切り出すこともまた大事な道の選択となります。エムラナチャンネルが破局してしまい皆さん悲しい気持ちになっていると思いますが、そのようなことは別にこれからも必然的に起こるものであり、カップルというのはそうやって成長し、そしてまた次の人と楽しい時間を過ごし、そうやって人を成長させていくものなのであります。皆さん、温かいまでカップルチャンネルというものは見ていきましょう。いつか終わりが来るかもしれない。それを忘れないように。私たちもそうなるかもしれませんね。デレデン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 。あーやだね。はい、皆さん、あのこの画像を勝手に使用してしまったカップル YouTuber の皆さん、はい、僕たちが無知で知らなかったですけども、あのこれから見るようにしますので、どうかすいませんでした。ということで、チャンネル登録よろしくお願いします。しばなんチャンネル、これからも絶対ずっと続けていきます。もし離婚しても続けていきましょう。おじいちゃんとおばあちゃんになるまで続けましょう。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございます。